まあ、そういった中ではライバルとなるのはこの門脇ですよね。そうですね。ドラフト4位ルーキーの門脇、今左バッターボックスバッティングケージに入っています。それこそ原監督もね、本当にこの躍動する姿を見ると実戦向きと、はい、それ試合で使いたくなるようなそういう選手とアピールになってますし、まだここでのね戦いというのが、でも広瀬さん、こうなるとチーム内でサバイバル、はい、そういった戦いになっていくと普通おのずとそのチーム力というのは上がってきますよね、はい、原監督もそれをおっしゃってましたもんね。強いチームを作るためにはチーム内での競争がもう必須だと。そういったところで今シーズンのジャイアンツはもうまさにそう体現してますよね。そうですね。現在はルーキーの門脇画面映しています。まあ、宮崎の紅白戦ではマルチヒットというデビューを飾りました。華麗な守備も見せまして、そういった実戦の紅白戦で結果を残してこの1軍にも帯同しています。まあ、そういった強心臓の持ち主から原監督はストロング門脇と命名しまして、まあ、本人も気に入っていると。まさにストロング、今こちらバッティングケージ内のカメラ映し出されていますが、まあ、今日アーリーワークを共にしました、まあ、河合総合コーチ、まあ、河合総合コーチも、まあ、ショートで6度のゴールデングラブ賞獲得していますから、まあ、その河合コーチ もう門脇の肩の強さというのはもう非凡だと、まあ、あれだけの肩久しぶりに見たと、原監督も肩の強さ評価しているんですよね。まあ、そういった中で今はバッティング練習をご覧いただいていますが、守ってもその肩の強さ、そして華麗な守備でアピールを続けているのがこの門脇です。まあ、先ほど坂本勇人の様子も映し出されましたが、まあ、坂本も昨シーズンは度重なる怪我で、まあ、2軍での調整という日々もありましたので、そういった中で誰がショートをカバーするのかというところでは、まあ、出川さん、昨シーズンは中山礼都もそうなんです、その一軍のショートを担っていましたが、この門脇が出てきたんですよね。そうですね。で、今中山礼都選手のお話出ましたけれども、はい、本人も一軍でそれを経験して守備としては少し見せることができたんですが、はい、やはり打つ方をもっと上げなければいけない、でそこで本人が言っていたのが長打力、はい、やはりパワーをつけたい、それがまたあの宮崎の紅白戦でホームランという、いやそうなんですよ、はい、2回目の紅白戦でしたね。あの1回目の紅白戦では、まあ、中山としてはなかなか見せる場面がなかった、その中でこの門脇がマルチ安打であったり華麗な守備も見せて、おそらくそこで、まあ、投手に火がついたでしょう。その次の日の紅白戦で中山礼都もライトへのホームランというところで、まあ、後輩には負けてられないという、もうそのジャイアンツ全体でのレギュラー争い、一軍争いもそうですが、こういった若手同士での若手内での争いも十二分に繰り広げられているのが今年のキャンプです。本当に熾烈ですよね。いやもうそうですね、誰がどこを担うんだというところで、この沖縄そしてその前の宮崎もそうですが、熾烈な争い、一日一日が選手にとってはサバイバルです。